ペインを一周するグランツールラ・ブエルタ、いよいよ本格山岳ステージの始まりとなる第6ステージのハイライトをお届けします。前日の第5ステージは2泳集団から最後のカテゴリー山岳で飛び出した UAE チームエミレーツのマルク・ソレルが逃げ切り優勝、そして逃げグループでステージ4位に入ったグルパマ F デジのルディ・モラールがマイヨロホを獲得しています。前日マイヨロホを着ていたログリッチは総合5位のポジション、6位から10位まではそれぞれ総合勢が入っています。バスク地方の大都市ビルバオをスタートする第6ステージ、昨日マイヨロホを獲得したルディ・モラールのバイクは赤をあしらったマイヨロホ仕様になっています。前日のステージで3位、マイヨロホに2秒届かなかったバーレン・ビクトリアスのフレッド・ライトですが、ヤングライダー賞ジャージを着用してスタートしていきます。そして白地に青の水玉模様、山岳賞ジャージは昨日やはり逃げに乗ったブルゴス BH のランゲロッティが着用。この第6ステージは厳しい山岳ステージとなります。ビルバオをスタートし、2級山岳アリサス峠、1級山岳コラーダ・デ・ブレネス、そして最後は1級山岳アルピコヤノの上りフィニッシュ、途半距離 12.6 キロの最後の上りで総合系の選手たちが動くはずです。残り60キロ地点でメイン集団に5分11秒の差をつけているのは10名の選手たち、 EF のパデュン、モビスターのオリベイラ、クイックステップのマスナダラが入っています。この日は雨に見舞われましたが、逃げグループにいたトレックのカタルドが単独で落車、さらにこの同じコーナーで集団でも落車発生、モビスターのミュールベルガー、イスラエルのハーゲン、コフィディスのロシャスがストップしています。フィニッシュから1つ手前の1級山岳コラーダ・デ・ブレネス、集団のペースを上げるのは世界チャンピオンのジュリアン・アラフィリップ、クイックステップのチームメイトレムコ・エベネプールのためにアシストを買って出ました。先頭グループからはパデュンが飛び出し、昨年のドーフィネでステージ2勝を飾っている TT スペシャリスト、そしてクライマーでもあります。ライバルたちとの差をどんどん開いていきます。山頂が近づくにつれ霧が濃くなってきました。このメイン集団の刻むペースにマイヨロホを切るモラールが遅れ始めました。ここまで連日総合リーダージャージの持ち主を欠いているラ・ブエルタ、今日もまた新たな着用者が生まれるのでしょうか。雨に浸った下りコーナーでパデュンはリスクを取らずに下っていきます。先頭グループに入っていたマスナダは集団まで下がってエベネプールのためアシストに徹します。遅れていたモラールでしたが、最後の上りが始まる直前に集団に追いつきました。1級山岳アルピコヤノの上りフィニッシュ、途半距離 12.6 キロ、平均勾配 6.5%、 後半にかけては平均 11% という難易度です。この上りでコフィディスのビレッラ、アルケアのジュベール、アルペシンのバインが集団から飛び出していきました。メイン集団の総合勢からはまずバイクエクスチェンジのサイモン・イエツがペースアップ、ライバルの出方を伺います。バーレン・ビクトリアスのミケル・ランダがこのスピードについていけず脱落します。さらにメイン集団からはエベネプールが続いてアタック、これにはイニオス・グレナディアーズのカラパスが脱落していきます。なおも勢いを緩めないエベネプール、ログリッチたちをもう置き去りにします。唯一モビスターのエンリケ・マスだけがついていきます。状況は先頭に EF のパデュン、その13秒後方にアルペシンのバイン、さらに20秒後方にエベネプールとマスで残り7キロ。バインがパデュンを追い抜きました。これで単独先頭に躍り出ます。さらにエベネプールとマスもパデュンを追い抜いて2位3位のポジション。一方後方からは UAE のファン・アユソが飛び出して前を追いかけています。エベネプールたちまでは12秒まで迫りました。ログリッチ、ヒンドレー、イギータ、シバコフ、ゲーガンハート、イエーツらを含むメイングループはエベネプールたちから1分遅れ。エベネプールの追走を振り切ったバイン、山頂に姿を現します。もはやフィニッシュラインが見えないほどの濃霧の中、オーストラリア出身の26歳がグランツール初勝利を飾りました。エベネプールとマスは15秒16秒遅れでフィニッシュラインへ。単独4番手を走行したアユソは55秒遅れでフィニッシュラインに入りました。続くメイングループログリッチを先頭にフィニッシュ、しかしエベネプールからは1分22秒遅れと大きなリードを許しました。オンラインサイクリングプラットフォームの Zwift アカデミーからプロ契約を勝ち取った異色の経歴を持つバイン、今年は e スポーツ世界チャンピオンに輝き、ツアー・オブ・ノルウェーでは総合2位。その実力と才能は疑う余地がありませんが、欲しかったプロ初勝利、グランツールというストーリーを書き加えています。ステージ結果です。5位のメイン集団はログリッチを先頭に総合勢が軒並み同タイムで入っています。カラパスが2分59秒遅れ、ランダが6分7秒遅れと総合優勝争いで手痛いタイムロスです。そしてモラールのマイオロフはこの日限りとなりました。マスを除く全ての総合ライバルを蹴散らしたエベネプールが新たにこのリーダージャージを着て走ることになります。ベルギーの神童が初めて手にしたグランツールでのリーダージャージ、しかしこれは彼の輝かしいキャリアの始まりに過ぎません。モラールが21秒遅れの総合2位、そして唯一エベネプールについていけたマスが28秒遅れの総合3位に浮上。総合4位のログリッチは1分差。決して小さくはないこの差をこの先どうユンボビスモは埋めてくるか注目です。続く第7ステージはバスクのお隣カスティリア・イ・レオン州へ入ります。カマルゴからシスティエルナまでの190キロはコース中盤にかけて1級山岳サンフロリオが鎮座。しかし山頂からフィニッシュまでは下り基調で60キロ以上、逃げ切りの可能性が高いステージとなりそうです。ピーダスンを筆頭とする登れるスプリンターも狙いたいところでしょう。 GCN では第3のグランツールラ・ブエルタを毎日日本語でハイライトをお届けしています。またサブスクサービス GCN プラスでは世界各地で行われている男女トップレベルのロードレースをライブで配信中。ブエルタのハイライトとともにお楽しみください。